今日は私がいるからいいけど、ちゃんと道を覚えてよ。グロッケンは迷路みたいな場所があるから。おい、あんたの連れているそれってアファシスだろ。よく借りたな。レンタル代結構高いだろ。私はタイプ X です。マスターからお金は取りません。うえ、俺タイプ X なんて初めて見たぜ。本当にいるんだ。すげえ、キャプチャーしてもいいっすか。タイプ X ってマジかよ。超高性能 AI って噂だけど、どうなんだ。その通りです。私はとても利口でレアなのです。マジすげえ。いいな。どうやって入手したんだ。確実な情報なら10万出すぞ。どうだ。ちょっといいですか。そのアファシス、タイプ X ですよね。それがし、レアアイテムのブローカーやってまして、タイプ X なら30メガクレジットを出すという方がいるんですよ。悪くない話だと思いますが、いかがです。30メガクレジット、日本円にすると30万円だよ。ダメです。私はマスターのものなのです。そうですよね、マスター。当然の結論です、マスター。残念です。もしその気になったら、それがしに声をかけてくださいね。ここはいっつもワイワイ賑やかなの。情報を集めるにはいいスポットよ。なんで GGO ってこんなに男臭いんだろう。これでも最初の頃と比べたら女性プレイヤーが随分増えたら。ここがショップターミナル。品揃えはまあまあ。初心者に必要なものは揃っているわね。ちょっと寄っていこうよ。私消耗品は買ってくるから、とりあえず自由に見て回ってて。購入に迷ったら私に相談してください。マスターに現実を見せてあげます。ステータスに合わない武器は使えないし、予算管理は大事です。君たち買い物？ NPC ショップでは大したもの買えないよ。俺レアアイテムをいくつか持っててさ、格安で譲るからどう？いい人ですね。ありがとうございます、おじさん。いやいや。で、所持金はどのくらい？やめときな。半端な知識じゃ騙されるぞ。失礼な。私の知識は完璧です、おじさんその2。おじさん？しかもその2かよ。自信があるなら止めないが、そいつは前もニュービーをカモにしていたんでな。プレイヤー同士情報で勝負するのは全くありだ。だけどよ、せっかく銃好きが集まっている GGO なんだ。そういうつまんねえ理由で去られちゃ目覚めが悪いってもんだ。はあ、バザルト嬢さんに見つかったのが運の尽きか。諦めて撤退するよ、今回は。今回は？お前もなんかあった？まさかプレイヤー間でバイバイしてないよね。信頼できる相手以外とやると痛い目に遭うわよ。危うく騙されるところでした。そこの親切なおじさんその2に助けてもらったのです。おじさんその2？おいおい、まだおじさんかよ。俺様にはバザルト・ジョーって名前があるんだぜ。お前さんたちがあまりにものんきな雰囲気だったからよ、ついおせっかいやっちまった。だっておかしいです。銃が好きな人に悪いやつはいないはずなのです。お、いいこと言うね。まったく同感だぜ。
確かに銃好きに悪いやつはいねえ。あのプレイヤーもがめつい商売をしているだけで気はいいやつだ。だが剣使いはダメだ。しかも女の子に取り囲まれている剣使いは最悪だな。おっと、喋りすぎちまったぜ。男の世間話ほどダサいものはねえ。じゃあな、あばよ。助けてもらってよかったね、姉ちゃん。あのバザルト・ジョーって名前、ランキングで見たことがあるわ。GGO らしいガンマンさんでした。顔はおじさんだけど、いい人です。そうね、 GGO プレイヤーらしいというか、こだわりが強くてモテなさそうなタイプって感じね。いや、久しぶりだね。と言っても再会を懐かしむほどの時間ではないけど。覚えていてくれたんだ。でもさん付けなんてしなくていいよ。多分年もあまり変わらないだろうし。あ、僕がみんなをくんと呼ぶのは訳ありでさ、呼び捨てにすると勘違いしちゃう女の子が多くて。なんてね、冗談だよ。半分くらいは。それでさ、君に一つ聞きたいことがあるんだ。君はどうして NPC のアファシスを助けようとしたんだい？この前の大会の録画データが手に入ってさ、参加者の戦いの様子を見てみたんだよ。その中で君は切りかかるキリト君と戦おうとすらせず、アファシスをかばうことに専念しているように見えた。確かにアファシスはレアアイテムだけど、君が殺されたら手に入れられないだろう。それともあの時点でマスター登録が済んでいたのかい？あの大会の中で君のあの行動だけが理解できなかった。なんだろう、感覚的な話は好きじゃないけど引っかかっているんだ。もしよかったら理由を教えてくれないかな。へえ、彼も僕と同じところに興味を持ったのか。まあ彼は現場に居合わせたわけだしね。それで君は何て答えたんだい？君は理屈によらず動くことができるのか。失礼、まずは礼を言うべきだね。大した知り合いでもない僕の質問に虚偽や誇張を加えることなく答えてくれた。君はいい人だ。マスター、ここにいたんですね。クレハが探してますよ。おっと、
用事の途中だったのか。じゃあ僕は失礼するよ。また会えるといいね。SBC グロッケンの主な施設はこんなところよ。変なおじさんもいたけど面白いとこでしょ。他にもいろんなショップや情報屋がいたりするけど、その辺は自分で探してみた方が楽しいと思うわ。一周するだけでも結構歩いたわね。これからどうしよっか。どこかでお茶でもする？マスター、メールが来ました。キリトからです。いいじゃない。早速行ってみようよ。